横浜港横浜港未来21、ぷかり桟橋ぷかり桟橋ぷかり桟橋は、神奈川県横浜市港未来地区にある、横浜港の客船ターミナルである。港未来三橋とも呼称される。客船、プレジャーボートの発着場であるとともに、港未来地区のシンボル的な存在であり、観光地スポットとしても知られている。横浜グランドインターコンチネンタルホテルから見下ろした。 ぷかりさん橋1991年、横浜グランドインターコンチネンタルホテルパシフィコ、横浜の正面に日本初の二重式ターミナルとしてオープンした。正式名称は、港未来桟橋、海上旅客ターミナルで、プカリ桟橋は通称となっている。また、二重式のため、桟橋だけでなくターミナルの建物も会場に浮いており、正確には船舶という扱いである。 プカリ桟橋の名称は全国公募によるもので、桟橋が不体式の構造であることから付けられた。プカリ桟橋は2本の桟橋と客船ターミナルからなる。桟橋の A バース、B バースはプレジャーボートや高換庁の船舶が係留され、C バースからは水上バスの C バスが、D バースからはマリーンルージュやマリーンシャトルが発着する。屋形船や、 個人所有のプレジャーボートも利用でき、全長40ホリンと未満の船は2000円、全長40ホリンと以上の船は4000円の利用料が必要となる。一方、客船ターミナルは時計台のある西洋風2階建ての建物で1階が切符売り場と待合室、2階が横浜グランドインターコンチネンタルホテル直営の会場レストラン、海鮮ビストロ、 ピア21となっている。現在は定期航路としてポートサービスが乗り入れている。コーストウェイズが都市間を結ぶ高速船を運行していた。ありがとうございます。